原田邦夫は、日本の裁判官。東京高等裁判所武装活判事を最後に、定年退官。刑事を専門とする。神奈川県立湘南高等学校卒業。東京大学卒業。2007年慶応義塾大学博士。刑事裁判における、量刑研究の第一人者として知られており、この分野に関して、多数の論文を発表している。 法務省刑事局付け検事として刑法の全面改正に従事した。日本の刑事事件では起訴されると99.9%を超える確率で有罪判決が出ると言われる中、東京高裁で無罪判決を言い渡す事例の多い裁判官として知られている。多くの裁判官が検察側の立証ばかり認めていると指摘されている中で、 被告人や弁護人の言い分を聞き、捜査過程に問題がないか真剣に検証し、偏らない中立的な判例を多く出していることで一部の放送会から高い評価を受けている。ジャーナリストの池添の明は原田裁判長はケウの存在と言える。しかし、原田氏のような裁判官が珍しい存在だという、日本の裁判所は、どう考えても正常ではない。 期間、冤罪ファイル2008年9月号で述べている。ただし死刑求刑事件において、死刑は例外的でなければならない。と判事死刑判決を回避し、物議を醸したことがある。曽祖,祖父は宮崎県知事などを務めた長峰屋基地であり、やよしのいとこに川地俊明がいる。ありがとうございます。